371ページは、図鑑などで見ていた幼少期の雪に、なんか、東海らしくないというのは感じていましたが、本当にそうでしたね。そしていつの間にかいなくなっていて驚きました。何しろ、1編成しかない貴重車でした。用途もなかなか面白く、2車でも走行路線は、御殿場線沼津松田間のみ、ロマンスカーで有名な小田急線と直通してアーサギリという特急を運行していました。今となってはアーサギリはなぜか、富士急と名前が酷似した特急富士山に改称しましたね。確かに御殿場からも富士山は望めますからっていうのですが、これに充当されていた371君はアサギリとして運行する方ら、ホームライナー、沼津としても活躍していたようですね。今は全部373に統一されています。まあ、371はジュニア、東海として初めて導入した特急型電車です。そういう意味で記念的なものですが、結局のところ、1編成しか作られなかったのは、ロマンスカーとの互換性は他の路線で必要とされなかったからでしょう。ここまで豪華な車両は、心臓費もかかりますから、作りません。なかなかデザインも好みは分かれますが、悪くはないですね。東海もコートレートカラーであるオレンジが配色されていないのも面白い。東武はサギリは371がいた、未来は沼津まで乗り入れていましたが、現在では御殿場止まりです。乗り入れ量の関係なのでしょうか。まあ、御殿場はこのことからも、首都圏からアクセスが良く、テレビのロケが多いのも納得です。